フォルツァスタイル。お疲れ様。あ、お疲れ様です。すいません、休日に呼び出しちゃって。あ、全然。悪いね、遅くなって。いや、お疲れ様です。すいません、お休みのところ。あ、全然。珍しいですね、ニット。あ、そう。うん。あ、でも、なんか、あれですね、ボーダーとかも珍しいな。でも、シックでしょ、俺。結構、めちゃくちゃシック。ていうか、何？まあ、あの、僕もうすぐ40歳になるんですよ、今年。40だっけ？そうなんです。早いね。早いでしょ。ただまあ40歳をまあ境にちょっと変わりたいんですよね、僕。変わりたい。うん。変わりたいっていうのはそのルックスも含めてってこと？そうですね。まあ、その実際星葉さんって会った時からもスタイルできてたじゃないですか。うん、スタイル、いやそんなことはないかもよ。結構時間かかりました。まあ元々スーツが好きっていうのは自分としてあったけど、やっぱりでも紆余曲折。うん、まあ、いろんなスタイルやったからね、うん、やっぱりそうしていろんなことをやって多分自分のスタイルみたいなのが出来上がっていくから、ちょっともしかしたらなんか形から入ってみるとか、その40になるにあたって今まで着てたもの以外のちょっとゾーンを攻めてみるとか、うん、なるほどね、うん、例えばこういうニット着てみるとかさ、うん、あ、でもそういうのは着たことないですね。なるほどね。ちなみにそれどこのなんですか？これはね、セオリー。あ、セオリー。うん、意外ですね。いやでも俺結構好きだよ、うん、まあ、確かにシンプルのイメージありますもんね。大人の人が着てるイメージもあるし、ね、そうだよね。なんかこう着やすい、大人が着れるものいっぱいあると思うよ。ちょっと覗いてみようかな、うん、ありあり。例えばさ、なんかこれからの季節だったらスプリングコートとかいいんじゃないの？スプリングコート、うん、なんかセオリーはさ、なんかあの特にフィッティングにさすごい気を使ってるブランドだから、うん、フィット感と着心地がすごい抜群なんだよね、やっぱり。で、派手な装飾とかもないしさ、シンプルだしさ、機能を一番最初に考えてるっていうか、パッカブルになったりとかさ、だからそういうのってさ、俺たち出張多いじゃん。多いですね。ミラノとかさ、フィレンツェとかさだけじゃなくてさ、このドイツ行ったりとかさ、はい、アメリカ行ってくれとかさ、ロンドン行ってくれとかいろいろあるじゃない、うん、そういう時にそういうさ機能的な素材の、でしかも上質なアイテム でしかもちょっと旅向きとかって言ったらさ、それは俺たちにはまあ欲しいですね。それそういうの好きじゃん。だって好きですね。なんかそういう部分がある意味ミニマルっていうかさ、引き算の大人のこう着こなしだよね。なんかそれが逆に余裕を感じさせるっていうか。なるほどね、うん、まあ、セオリーってあのフィッティングがすごいっていうのよく聞きますよね、うん、なんかサンプルもあれですよね、なんか納得するまで何かもこう作り直したりとかそういうこともしてるらしいですね。そうだからある意味この品質でこの価格っていうのは結構信じられないというか、まあ、ある意味気絶で。ああ、そう、気絶ですね。確かにそう。あとサトシとかだったらもしかすると結構ジム行くじゃん。行きますね。もう毎日行ってますね。そうだよね、はい、だからジムの時に着るようななんか、まあ、ジップアップのパーカー、マウンテンパーカーみたいなやつとかのも結構いいかもしれないね、あ、そういうのもあるんですね。あるある、なんかセオリーってそこもさすごくうまくて、うん、素材へのこだわりが半端ないんだよね。こうイタリアの世界最高峰のさ素材使いとかっていうのもちろんやるんだけど、うん、実は日本の最高品質のもう機能素材を使ってたりとかもするんだよね。だから世界からこういろんなものをさピックアップしてるっていう、うん、その辺もなんか知られてはいないんだけれど、なんかすごい魅力かなと思うね。いいですね。それは本当ジムで着ていきたくなりますね。それそうなんだよね、うん、ちょっとヴィンテージ調の加工してたりとか、うん、だからこなれ感もあるっていう感じだよね。さりげないんですね。そう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 。あ、一番いいキーワードそれかもね。さりげなさ、さりげない気絶かも。あんまりやりすぎてない、やりすぎてないってことですね。そこら辺が大人なんだよ、ね、なるほど。うん、あとはさ
今日みたいなさ休日のスタイルこそ、うん、ちょっと上質なものを着るようにするとか、うん、それもだから40代っていうさ30代とは違うわけじゃん。確かにそうですね。少しずつ上質なものを取り入れていくようにしていくっていうのはなんかいいんじゃないかなと思うけどね俺は。例えばさ、もともとセットアップで組み合わされるパンツあるじゃない、はい、ああいうのもセオリーだとなんかストレッチが効いてて、うん、なんか着心地もいいしなんかこう使いやすいんだよね、うん、例えば休日だけどホテルでお茶をするとかさ、はい、ご飯を食べるとかさ、うん、必ずジャケット持ってるとかさ、そうですね、そうなるとそのホテルの格に合うある程度のスタイルってことが必要になってくると思うんだよね。確かに確かに、まあ、もちろんセットアップでも使えるし、はい、逆に上にニット着て下をそのパンツだけ履いて、だそうすると休日のスタイルがさなんかこう上品でさ、うん、しかも着心地で快適に過ごせるっていうさ。確かに大人になるとセットアップ1個あると便利ですね。そう思うと、うん、オンでも使えるしもちろんオフでもいけるっていうことですよね。そう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 、着回しは効くんですね。そうか、そうやってまあ芯を選ばずに着れるってことが一番ラグジュアリーなことかもしれないですね。そうだね、シンプルでベーシックでさ、うん、なんかラグジュアリーな感じでちょっとアーバンな感じって、まあ、都会的な感じっていう意味だと、はい、セオリーはもしかするとサトシにいいかもね。うん、今聞く限りだと本当しっくりきましたね、うん、似合いそう。そうか、今度、うん、打ち合わせもあるし、うん、じゃあセットアップセオリー着ていきますね今度。オッケーオッケー、分かった。ちょっと見てください、こんな感じか。全然見ようと思うよ多分、うん、ありがとうございます。いい、全然。吉田さん、お待たせしました。おお、おはよう。おはようございます。セオリー着てきましたよ、うん、どうですか。そっちの方がいいんじゃない。本当ですか、うん、いやでも本当ちょっと大人っぽくなれた気がします。いや、いいと思う、いいと思う。時間もないで行きますか、うん、決まってる。ありがとうございます。